え、何か強い力で抑えられているようだ。え、まだ終わってないってこと？何何？部屋にまだシャドウの反応がある。嘘。え、別のシャドウがまだおるの？マジかよ。え、どこにいるんだ？鏡かな、やっぱ。ここだろ。来た、ほら。あれ？この鏡なんか変じゃない？うわー、どうしたどうしたどうした、なんだなんだ、うわー。やべー、まだなんかあるやつだった。お、なんかムービー入ったんすけど。何これ、何何何これ、あ、何これ、なんかシャワーシーン入りました。皆さん、センシティブシャワーシーンです。誰だこれ。順平？順平？誰これ？誰？ゆかりか？唐突なセンシティブシーン、ありがとうございます。ありがとうございます。何これ？何が起きたんだ？どういうことだってばよ。悟空は。俺の声ですかこれ。いや、今、なんだこれ、ループする。ループしてる。え、これちゃんと答えないとダメってことか。わかった、オッケーオッケー。そんなことはない、勝手に決めるな。え、今をよしとくじゃないの。あ、やっぱりほらこれだ。よしよしよし。選択ちゃんと知らないといけなかったんだね。意識はっきりしてきた。何かに正気を乱されていたようだ。ん、シャワーの水音がやんだ。誰だろう、ゆかりか？誰かが出てきそうだ。え、あれ、私。何してんだお前。何をしてるんだお前は。なんでお前はバスタオル一枚になっているんだお前は。え、いやー、いて、いやいやいや、誤解ですって、誤解ですって。なぜか叩かれた。ちょっと痛い、許さん、シャドウめ。ゆかりも正気を失っていたようだ。よかった、やっと通じた。ああ、だからシャドウの攻撃にやられて、ね、手間かけさせやがってよ。さあ行きましょう。こいつか、お前か。たくこいつ。ちょっと可愛いじゃねえか。乙女の心をもてあそんだ罪は重いんだから。そうよ、許さないわ。今度こそ行けます。皆さん頑張ってください。ギッタンギッタンにしてやるわ。乙女心を持ち遊びやがって。よっしゃ、行くぜ。このシャドウが精神攻撃の元凶。了解。ラバーだって。分析してみます。まんまやん。少し時間をください。ラバーズ。了解。分析してみます。何が効くんだろう、わかんないね。どうしようかな。まあ、とりあえず様子見で。自分の焦げるかけとくか。ペルソナ。こいつ何使ってくるんだろう、わかんない。行くぜ。まんまかな。闇の力は効かない敵のようです。弱点なしか。雷効くんかな。防御下げとこう。攻撃か。攻撃下げて。雷効くかな。じゃあ氷効くか。いけ。まあまあ。プリンパ。あぶね。混乱かな今の多分。ね。どうしようかな。どれで行こう。パークかな。まだ火試してないから火打ってみるか。火効くかな。まあ普通だわ。火もそんなに。言うて普通に勝てそうだけど。このまま勝てそうだ。トニックパンチいっとくか。トニックパンチ。あれ、大して強くなくない？こいつ。
若干硬いぐらいじゃん。なんか攻撃してくるんじゃないの。やべ、濃殺になっちゃった。敵は魅了する攻撃が得意みたいです。お互いをフォローしながら戦ってください。なるほど。あ、やべ、やめろやめろ。リーダーダメです。魅了を直すのなんだっけ。魅了を直せるものあるな。あ、これだ、ディスチャームだ。よし、直してて。ソニックパンチ、オラで、ブフーラと。ゆかりをちょっと補助役にするか。アイテム使ったり回復したり。で、どうしようかな。攻撃は下がって、防御下げたいな。これだ。ペルソナ。よし、防御下げて。ゆかりは回復役でいきますか。ね、どうしようかな。ジオでいいか。オラ、ブフーラ。あ、もう普通に勝てそうじゃない。これもうこのまま押し切れそうだけど。お、ナイスナイス、効いてる効いてる。マハラギオン撃ってくるんだ、厄介だ。あー、弱点の人がいる。炎をやめて。オッケーオッケー、ミス。なるほど、炎を使ってくるのか。まあいいや、アギラを。オッケー、めっちゃ効くやん。はい、勝ち確だな、これも。はい、勝ち確、ありがとうございます。これは勝てます。あー、回復したいな。副作用ありってなんだろう。まあいいや。マッスルドリンク、ディア使うか。自分に使っとけ。よし、起きてー、ミツルパイセン。よし、ここはブフ。あ、でもあれか、やばいな、火使われたらめんどくせえから。防御ヒューマン SP 吸い取るか。別にいいよ、 SP ぐらい吸い取っても。アギラをベルソン、オッケー。で、回復してと。で、ソニックパンチ。いけ、肉肉パイセン。ソニックパンチ。倒れねえな。クリティカル出ないね。あ、間違えた。防御してもらった。いや、全然効かねえし、それ。当たらないよ、それ。おれおれ。燃えろ。あと鈴越。これは勝ったね。あ、メディア覚えてんじゃん。いいね、ゆかり全体回復できるようになってる。まあもう俺もこのまま行きましょう。押し切りましょう。ああ、外した。もう下向いちゃってるし。ブーラね、覚悟。すげえ。そこで撃ってくるの。ああ、ミツルパイセンが、あ、やばい、濃殺されちゃってる。脳雑治るすのってスキルじゃなんかなかったっけ。気絶とかか。あ、ナルキッソスなんか使えるのあるもしか。いいか。マリンカリンが使えるだけか。なるほど。じゃあアイテムで直すか。はい。あ、ディスチャームも買っといた方がいいのかな。脳雑って結構厄介だな。ミツル先輩は手を上げますね。火が弱点だからな。順平連れてきた方がよかったかもね。終わりだ。ほら、あともう2ミリ2ミリ。お願いします、起きてください。よし、行きましょう。とどめ。ペルソーナ。オッケー。いや、余裕だったな。やったぜ。にゃー。しゃあ、レベルアップ26。お、いいね、ディアラも覚えた、ゆかり。
いいね、楽んだ。いいぞいいぞ、みんなどんどんレベルアップしていく。はい、オッケー、倒しました。ありがとうございます。ホテルシャンドフルール。やっと出れた。ここがね、あのね、P4 の世界になると、なんか改装されて、普通のホテルになってて、修学旅行でね。ここに泊まるんだよね。お疲れ様でした。ありがとう。あ、月役さんありがとうございます。倒しましたよ。トリッキーな敵だったが、助かった。ありがとうございます。ナイスサポート。それと君もな。何なんかした俺。よく惑わされず立て直した。ああ、はい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 。確かにね。まあ欲望に勝ったからね。誘惑か。誘惑に勝ちましたから。お仲間同士の信頼感が高まった気がする。中村さんありがとうございます。いやー、ちゃんとレベル上げしてるからね、俺ね。余裕でしたね。社特別課外活動部込みのランクが4。よし。よし。なら解散だな。何が、ちょっと、詳しく聞かせてくださいよ、先輩。みつるさんと何があったんですかね、何かあったんですかね。ないのかな。あ、真田とみつるは夜の街に去っていった。夜の街に去っていっちゃった。そうだ、ゆかりちゃん。この前頼まれたことだけど、うまくいった？あ、10年前の事故の話か。うん。わかった。後で聞かせて。やばい、消されるってお前ら。やめとけ。よーし、それ以上は。私たちも戻りましょう。それ以上はやめとけ。ほら、純平、何してんの？行くわよ。お前、またなんか活躍したみてえだな。やばい、やばい、嫉妬だ。なんだか不機嫌そうに純平が話しかけてきた。まあ今純平出番ないからな、正直。まあこれさ、もうこんな感じでからだるがらみしてくるやつはどっちでもダメでしょ、これ。どっちの選択を選んでも悪い方に取るよね。たまたまだって言ってもさ、なあ、はい、たまたま、なあ、何がたまたまだよ、みたいな。別に何もって言ったら、お前にとっては特に何でもねえんだろうけどな、はいはい、すごいですねって言われるよね。めんどくさいな。あ、たまたまです。運なんかじゃねって、お前が一番分かってんだろ。なんだてめえ。なんだおめえ、言いたいことがあるんならはっきり言え。悔しいわけ。河川敷で殴り合うか。うっせえな。やば、態度悪い。陽介みたいに殴り合うか、純平、お前は。なんなの？ガキだな。陽介の方がよっぽどできた人間だったぜ。なんとか今月もシャドウを倒すことができた。増え続けていた影人間もこれで少しは減るだろう。とにかくいろいろあってひどく疲れてしまった。確かにいろいろありましたね。早めに休もう。全員が立ち去った後、ホテルの向かいのビルの屋上では、熊か？熊か？熊ですか？想像よりも早い解決でしたね。あ、上半身全裸にぎ。あ、ゴスロリ。大した見せ物です。こいつらは敵なのか？彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。見られていた。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニークだ。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。タルタロスかな。どうでしょう、ジン。彼らは敵でしょうか。ジン。ウォッカ。ジン。ジンニキ。もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか。ジンニキ。緑の人ジンって言うんだ。もしかしてみんなカクテルの名前なのかな。カクテルの名前なんですか、皆さん。もしかしてベルモット、まさか某あれ某名探偵のやつみたいな。え、やつ誰、やつって。だから緑の人がジンっていうみたいね。
ニキ怖い。ニキ目がいってるからね。なるほど、それはいい。彼は今や入れ墨だらけだし、同じ運命を背負うもの、すぐにも会って話してみましょう。彼って誰でしょうね。私たちにはあまり時間がないですからね。え、なんで時間がないんだろう。どういうことだろう。もう忘れちゃった。